ちは、ギタリストのアブです。今回はホリゴン流スラップフレーズを紹介してみたいと思います。今回取り上げるフレーズは比較的分かりやすいパターンでできているので、スラップをやったことない人にもおすすめのフレーズになってます。この後デモ演奏とフレーズの解説をお送りします。はじめにスラップの基本的なテクニックから解説します。スラップは親指でのアタック、サムピングと人差し指で弦を弾く、このプルの2つを組み合わせてという風に演奏するテクニックです。スラップをする時のポイントとして、親指でのアタック、これをですね、いかにしっかり鳴らしてあげるかがポイントになっていて、でサムピングのやり方はいろんなやり方があると思うんですが、僕の場合は振り抜くようにして隣り合ってる弦で親指を止める。例えば6弦を弾く場合はこう弾いて5弦で親指を止めるというような感じで鳴らしています。で他にも例えば弦に対して親指の角度をつけてというふうなやり方もあったりするので、この辺はまあ音の質感も変わるので、自分の好みだったりやりやすい方でやってもらっていいと思います。では次にタブ譜の読み方を解説します。でタブ譜のこのダウンピッキング、ダウンの表記しているところをこの親指のサムピングと読んでもらって、このアップのところ、アップ表記のところはプルで弾くというふうに読んでもらえればと思います。では次にこの2小節分のフレーズをゆっくり弾いてみます。といった感じで弾きます。でこの和音で弾いてるところは親指のサンピングで日本弦をピッキングするような感じでっていう風に弾いています。他に演奏面のポイントとしては、まあ、スラップする時も他の余計な音源を鳴らさないようにしっかりこの左手のミュートを使いながら弾くのと、あとはカッティングの時と同じようにスラップの時もコリオンは音の切りがかなり早いので、この音の止めるのを早めに意識するように弾いてもらうとかっこよく弾けると思います。最後までご視聴ありがとうございました。で今回取り上げたのはルーベンスという曲のエンディングの部分でホリオンがベースで弾いてるフレーズを紹介してみました。ギターで弾いてみてもインパクトがあってすごくかっこいいと思うので、一ネタにぜひぜひ覚えてもらえればと思います。かっこいいですよね、はい、という感じで次回は7月の28日の水曜日に新しい動画をアップする予定なので、また次回会いましょう。さよなら。